マイケル・アンソニー・リゾは MLB ワシントン・ナショナルズのゼネラルマネージャー。入りのイ州シ,シカゴ生まれ。1982年の MLB ドラフト22巡目でカリフォルニア・エンゼルスから指名されプロ入り。なお、この時の担当スカウトはジップノフィルだった。選手としてはマイナーで3年間プレーし、1984年に引退した。引退後は イリノイ大学アーバナシャンペーン校のコーチ、3球団でスカウトを務めた。2006年7月にはシントンナショナルズのフロント入りし、GM 補佐等を務めた。2009年3月、GM のジム・ボーデンが、中南米の若手選手との契約金を横領した、容疑と年齢差症に関わったとして辞任したため、公認に抜擢された。GM に就任後は、 共に MLB ドラフト全体1位で、スティーブン・ストラスバーグ、ブライス・ハーパーというアマチュア球界の大物の指名、及び獲得に成功した。若手選手が育ち、ジオ・ゴンザレスらを加えた2012年には、ワシントン1.5発、前身のモントリオールエクスポーズ時代を含めても1981年以来31年ぶりに、ポストシーズンへ進出した。また、 ワシントンを本拠地とするチームとしてのポストシーズン、進出は1933年のセネターズ以来79年ぶりだった。その後も FA でマックス・シャーザーやダニエル・マーフィー、トレードではトレイ・ターナーやショーン・ドゥ・リトルを獲得するなど強固なチーム作りに邁進している。ありがとうございます。